鼻がサクサク。ポッ！レオンです。俺なくなったやん。あれ、まさしですか、なかったですか。おもしじゃなくて、まさし。まさしです。こんにちは。こんにちは。チャンネル T オリュウです。はい。どうですか、ゴルフガーデンは。大変ですね、編集は。でも、たくさんの方が登録してくれてて、はい、最初にしてはめちゃくちゃいいのが。もう300人ぐらいいきますよね。もうちょっとかな。今280何。面白いですよね。僕も見ましたけど。ちょっとまあおにぎりゴルフやれるんちゃうかなぐらいのノリで3人ともうまいんで、そうなんです、ちょっとおにぎりゴルフは成立せえへんかもしれんけど、まあ確かにミスがあってなんぼの競技ですから、おにぎりゴルフは、はい、牛丼ゴルフやったらいけるかもしれんな。あれ逆にそれだったら食べたいかもしれない。食べたい死にますよ。僕らはね、特別な訓練を積んでるからあれなんですけど、NASA だろ。そうです。NASA の1個上かな。NASA の1個上。NASA ですね。NASA。はい。今日ね、はい、ダイナミックゴールド115スピナーウェッジっていうツアー一周のシャフトなんですけど。これね、僕らからしたらもう全部入ってるみたいな。そうですよね。一周やし、スピナーやし、115みたいな。なんじゃこれと。これがゴルフキッズにあったんで。はい。ヘッドはね、クリーブランドのジップコアっていう GBX。はい、ヘッドなんですけど、ちょっとハイバウンスの優しそうなウエット、優しそうなやつね。それとダイナミックゴールド S2 のちょっと比較というか、まあそのスピナーがどんなシャフトなのかみたいなのを調べるにはどうしても比較が必要かなと。ヘッドがねちょっと違うんですけど、はい、フォーリーです。フォーリー、はい、シャフトを比較していければなと思います。はい、さっき川さんうまいんでレビューが、うん、ちょっと頑張ります。じゃあ打っていきますか。はい、じゃあおお、何してる何してる。一回だけ打たせてや。スポーンってケツの中入ったら、掘りましたらもう。コンペ開きます。普通の S2 から。あ、そうですね。普段何使われてるんですか、普段は。モーダスなんで。あ、モーダスですね。はい、まあまあ、いけんことないですね。でも前は S3 だったの。S3。おお。おお、ええ音するわ。そうやろ。練習してんね。自分はプロス、まあまあやるの。これのスピン量ちょっと覚えておいてください。5800。5万8000。違う、5810。スピナーって書いてるんで。スピナーやか。おー、ちょっとティーアップしてくれんか。ティーアップしてくれんかの、ちょっと。昔あの普通に DG スピナーってあったんですけど。あ、そうなんですか。はい、真ん中がねちょっとくびれてるシャフトやったんですよ。ちょっと走るんかなみたいな、ヌンチャクみたいなイメージですよね。ヌンチャク、ヌンチャク、まあそうやな、ヌンチャクかもしれんな、イメージは。僕の手相手がでかい、クラーナと。さあ、ゴルフガーデンの未来をかけた。そんなかかっと、はい、いや、そかかってますね。ゴルフガーデンとスピンをかけた。うまいこと言うや。感触は？感触はいい感じ。おー、でもかかってるわ。5924です。ちょっとかかってる。100回転違ったらどれぐらいの戻りになるんですかね、ハマレオンさん。まあでも、まあまあやな。甘い。戻るかな、戻らんかな。感触どうすか、分からんすか。短いんで。感触はでもやっぱ115と S200 やからちょっと軽いんかな。そっちは軽いですね。そっちは軽いんですかね。ちょっと硬い気がします、硬いシャフト的には。おー、おー、6000。やるやないかい。お前ごとゼロ。6000。ちょっと硬い分、戻りが早くて、ハンドファーストにならなくて、まあ、スピンがかかるのかなと、予想してみましたが。なるほどね。いかがでしょうか。どうでしょう。誰も答え知らんって。答えわかんないですけど。謎のシャフトなんで。粘り系ではないの。粘り系じゃない。かなと、勝手に。なるほどね。DG とはいえ。くるくる出ました。引く、はい、スピンが入ったよな。
5800円。それが普通の DG。 はい、アプローチ良くなったんですよ。じゃあ次はツアー一周、115スピナー、はい、名前だけ見たら売れそうな気するもんな。いや、売れますよね、絶対、うん、US であんのかな、非売品なんですか。いや、わからんすね。あ、そうなん、初めて僕も見たんで、クリーブランドのオリジナルかもしれないですし、ちょっとわかんないですね。でかい。18ヤードもちゃうやん、最初と。プラス点入るわ。それ。すいません。もう一回30ヤードぐらい見てくれ、30ヤードぐらい。30狙って50いきました。お、うわあ、シャバい。いや、でも29ヤードやもん。入ってる方じゃん。確かに、まあ、距離、うん、スピン一緒ぐらいで距離がこっちの方が飛んでないんで、うん、入ってるわ。ちょっとだけ入るわ。ちょっと入りますね。やっぱスピナー分100ぐらい。100ぐらい変わりますね。ちょっともう一回出してください。6000いきたいです。距離は30.7。さ、距離 30.7。キャリー？トータル？トータルです。おお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 おしい、夢と希望があった今は。まあでもスピンあんま入ってへんわ。そうです。変わらんわ。入ったと思ったんですけどね、うん、入ってたら30点。そうやな、あと100入ってたらな。でも確かに硬い。硬い、うん、なんか乗る感じがないですね。へえ、もうちょい粘ってほしい。乗る感じがないのはヘッドかもしれない。あ、なるほどな。こっちヘッドフォーリーなんで乗る感じがあるんですよね。え、マック52度があるんやったっけ。54度がある。54でちょっと90ヤードぐらい。そうっすね。ホーリーから打とう。ホーリーの54ありますか。あります。はい、DG ですね、はい、54度で90ヤード。1200、うん、まあまあですね、うん、じゃあスピナーいきますか。スピナー54。はい、スピナー54度。そんなに入ってないですね。どうすか、距離打ったら。余計分からんすか。硬いっすね。硬いっすか、やっぱり。ちょっと硬めになってる感じですね。硬いってあるんかな。手元が硬いんかな。どうなんやろ。全体的にしならない気がしない。うん、しならない。しならん方が結局距離が出んのかな。出ないです。で、飛ぶってことなのかな。50ヤードだったら60の振り幅で打つから。このぐらいのクラブだったらしならなかったら飛ばないですもんね、うん、ドライバーとかになってきたらまたその物理的にちょっとしなってくるじゃないですか、うん、ただこのしなり戻りのスピードも硬い分速く飛ぶんですけど、うんうんうん、このぐらいだとフルスイングもしないし別にしならないです。しならない、うん、けどまあそれで多分飛ばないからスピンが入る。なるほどね。なんですかね。なるほど。ヘッドが走るとかそんなもないないぐらいしならない、うん、しならないです。しならないです。敵ちょっと走るんかなと思ってたけど。違うんですね。ステップの幅もそんな変わらん感じするし、うん、意外やったな。スピナー言うほどのシャフトでもない。シャフトでもない。うん、でもしかしたら硬いのが原因で、そうですね、距離が落ちる。距離が落ちるから、その分。スピンが入るのかなっていうのはあります。まあでもヘッドはね、ヘッドがまあ、ホーリーがちょっと良すぎるんで。食いつくんですよね、ボールが。うん、それはちょっと弾く感じ、ちょっと硬い感じありますね。バンスがあるんで、うん、こっちでも弾くと思うんで、うん、ちょっとなんとも、まあでもそういうシャフトなのかなと思います。はい、ということで、はい、スピナー一種115。どこで売ってるんやろう。あんまりこう褒めた感じはないですが、
人によってはいいと思う人もおるやろうし。僕、硬いシャフト好きなんで、はい、ウェッジは。もうウェッジ硬くないと思うんやから。オーティーツアーアイアン使ってるんですよ。それ。もう売ってもらいたいですわ。じゃあまた今度。また来年やな、じゃあ。はい、来年新しくこれね、どこで売ってるか分かんないですけど、まあ、気になった方、はい、そうですね、はい、とりあえずあのヤフオクでもシャフトだけで売ってたんで、あ、中古で安かったですよ。とりあえずこれはゴルフキッズで売ってるんですね。はい、ヘッド付きで、はい、もちろんです。気になった方はゴルフキッズに行ってみてください。はい、ゴルフガーデンの方ね、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、面白い企画やってるみたいなんで、どんどんやっていきます、はい、ありがとうございました。